DeNA は守備が乱れて流れを手放した。先制した直後の1回、先発石田が押し出し4球で同点とされ、なお一死満塁から3塁宮崎の失策でさらに2失点。ラミレス監督は、1回裏は厳しい展開になってしまった。あれで勢いを失った、と顔をしかめた。開幕から低調の打線はルーキー上里が3安打と気を吐いたが、繋がらなかった。3連敗でチームは最下位に転落。それでも指揮官は、打線自体の状態は上がっていると思う、と努めて前を向いた。